ぬかぼしソウルズラプラモザイーメイは、イグサカの植物の一つ。スズメの槍に似ているが、花が登場に集まらないでバラバラにつく。開花中のもの6枚の可比片が見える、家系以外に茎を伸ばさない、多年生の草本。根室葉は、線形で、長さ15センチメートル、幅3から5ミリメートルで円には白い毛がある。葉の先端は硬質化していて、 昆布状になっている。花は4から5月に咲く。花形は高さ15から25センチメートル。茎には2から3個の形容があり、根質用に煮るがより短くて幅も狭い。また形容は、基部で最も幅広くなっている。花は細い花柄の上に、単独でつく。花柄は細いが垂れ下がらない。花の基部にある、小胞は、花の約半分の長さで円には、 毛がある。下皮片は皮脂型で、先端は鋭く尖っており、色は淡褐色をしているが、縁は膜質で単緑色をしている。湯水は六本あって、下皮片よりやや短く、約は線形で花糸と同長かやや長くなっている。果ては円錐型で、下皮片より長くて、長さ三から四ミリメートル、高褐色で光沢がある。種子は広大円型で、 長さが1.6ミ、mm、リメートル程度、種子と同じ長さの種枕がある。ただ果てや種枕の大きさ、種子の形などには変異が多いとのこと。和名の意味は、ぬか干しそ草で、黄色っぽく見える花がバラバラに咲くのを、ぬかの星と例えたものである。日本では、北海道から九州まで、国外では、中国、インド、ネパール、ブータンに分布する。山野の草地に生える。 ごく普通種である。黒星操サブスプ、ディラテイタ、ゼットカプランは、本種の足とされている。根室用の幅が1センチメートル以上とやや幅広く、花皮が脳積活色になることで区別される。またそうで茎を出して、群落を形成する点も異なる。本州、四国、九州の産地に生育する。なおこの足は、サタケ他では、別種として扱われ、L ルーファス・コーンズ・フィッシュの学名が当てられている。本種の所属するスズメのヤリ族は世界に115種があり、日本からは11種ほどが知られる。その中で本種の特徴は、花が花柄に単独で、つまりバラバラにつくこと、葉の先端が硬質化していること、花柄の葉が三角状、花柄が垂れ下がらないことなどで、それらによって多種と区別できる。 花がバラバラにつくものには、ミヤマヌカボシソウエルジンボイやコゴメヌカボシエルピッペリなどがあるが、大ね鉱山のものである。本種のような定地に出るものは、スズメのヤリエルキャピートタやヤマスズメのヒエル、マルタフローラなどある程度以上花が集まってつくので、本種は比較的判別しやすい。以下、種として、大橋ほかへん、P292 大橋ほかへん、 P292 大橋ほか編、P292 さたけほか、P71 以下、大橋ほか編、P292 さたけほか、P71 ただし近年に変遷が若干あるので、確定していないらしい。大橋ほか編には11種が記されているが、前身である、佐竹けほかには12種があり、しかも両者で扱いに変化ないらしいのは8種のみ。 どちらかでしか扱われていないものがそれぞれに一つあり、種の定義も随分変わっている。以上、大橋保果編、P292 から293から。ただし本種そのものが変更を加えられる可能性が結構ありそうな気がする。ありがとうございます。